倉宿があるんで、倉宿があるんで、そこ行きたいなと。去年もね、あのソウルオリエンス掲載勝って、あの皐月賞勝ったりしてますんで、やっぱり重要なレースになってくる。クラシックへ直結の重要レース G3 京成杯、まずは三冠牝馬アパパネの子バードウォッチャーに大きな期待を寄せる国枝栄調教師だ。本年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先ほどあのトレセンに入ってきた時に国枝先生を見かけした時にお肌がツヤッとされている感じしたんですけど馬調教してるんでね、馬だけじゃなくて自分の体も調教しなきゃと思ってます。何か具体的にされていることありますか？まあルーティンとしてはね、朝のうちに1万歩ぐらいは歩かなきゃと思ってます。1万歩？そうですね。新年迎えましたけども、国枝先生にとって今年目標などはありますか？大きな目標としてはね、クラシックがあるんでそこ行きたいなと思ってます。クラシックというとあのダービーなどもありますけども、ダービーというのは先生にとって特別でしょうか？ええ、まあ私にとってもそうですし、まあホースマンにとってはね、やはり一番注目できるレースなんでね。さあ、そして京成杯のお話に移ります。今回バードウォッチャーと共に挑まれるということですけども、ファンとしては国枝先生でそして素質馬の3歳の男馬となるとクラシックこのダービーと期待膨らみますけども。そうですね、今年こそはと思ってます。先生が管理されていたアパパネのお子さんということで、はい、よりこう思い入れも深いんじゃないですか？やはりこの血統なんで、あのモクレレとか赤い鳥の娘もやってたんでね、やはり結果を出さなきゃとは思っております。ちょっと待った、ウィニング競馬でも放送した中山金牌を快勝、まさに今年の福男津村明秀騎手も気合十分だ。まずは何と言っても中山金牌おめでとうございます。ありがとうございます。福男ゲットと思いました。あのその年始めの金牌を勝ったっていうことで、あの本当はキャプテンさんを直接あの津村騎手におめでとうと言いたかったんですけども、実はあの本命で、あ、本当ですか？あ、本当ですか？優勝を見事当てていました。おお、後押ししてくれたんですね。あの直線でつむつむってずっとおっしゃってたんですけど、その声っていうのは届いてましたか？全然届きませんでした。なんかこう念みたいなのも感じませんでした。だからちょっと思った以上に伸びなかったですね。けどもっと伸びてたかもしれないです。ここからは京成杯で騎乗するマイネルフランツについてお伺いします。前走まで乗った丹内にもあの聞いたんですけど、テンションだったりあの気象的にもちょっと難しいところがあるって聞いたんで、まあ、そのあたりはちょっと注意しなきゃダメだなっていう感じは持ってます。去年もね、あのソウルオリエンス京成杯勝って皐月賞勝ったりしてますんで、やっぱり重要なレースになってくると思います。いいレースして弾みをつけたいですね、はい、とここで取材に来られなかったあの二人から津村騎手にメッセージが。金牌のリカンカブール、まず私単勝当てさせていただきましてありがとうございます。キャプテンおめでとう。村越むしゃむしゃ素晴らしかったですね。すみません、私は馬券買えずに本当にすみません。やってたの去年から、はい、あ、今年はそのツムがやるって俺は分かってたから。あ、もう去年の時点で分かってたの？分かっていたんです。すごいですね、はい、キャプテンさん。私はもうツムツムと共に歩んでますから。じゃあこれからもあのツムツムが乗るレースは全部買うと思いますね。一応買いつね。そんなことはないですけど、まあ、それはちょっとはしゃぎしました。京成杯も、はい、期待しましょうね。そうですね、ちょっとこれは期待したいなと思ってます。はい、はい、あの1月5日の誕生日だったみたいだから一応最後ね、なんかおめでとう。あ、はい、あ、いいですか、じゃあちょっとおめでとう、はいはい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear つむつむ。Happy birthday. おめでとうございます。また芝居お願いします。お願いします。いかがでしたか？ただちょっとなんか漫才見せられたようなもんですね。素敵な漫才ありがとうございました。あの。これを機に今週も頑張りたいと思います。けどキャプテンとは共には歩んでいかないです。頑張ります。